はい、どうもNJ福田です。今回はロングセラーのリールオイル iOS ファクトリーの01 Pro、そして02 Pro、これの使い分けを紹介していきたいと思います。前半にベイトリールでの使い分けを、後半にスピニングでの使い分けを紹介していきます。まず、ベイトリールで01オイルを使う場所を紹介していきます。まず、スプールを外して、スプールサイドにあるこのシャフト、こことスプールについているベアリング、そしてスプールを支えてる2箇所のベアリングがサイドにあるんですよね。ちょっとこっちは見えないんですけど、反対側はここにあります。ここにも01オイルになります。この部分は回転性能が必要な場所なんで、回転性能が高い01オイルを使っていくという感じになります。次に02オイルを挿す場所ですね。このハンドルを回して動くウォームシャフトのこの金色のところですね。ここに02オイルを挿します。そうすることで滑らかにハンドルが回るんで、機感が良くなります。耐久性が欲しい場合はグリスを塗ってください。そして次、ハンドルノブの付け根ですね。この内部にベアリングがあるんで注意していきます。で、よく水を受けるような場所で釣りされる方は02オイルで、ハンドルを滑らかに快適に回したいなっていう方は回転性能が高い01オイルでも大丈夫です。ここはお好みで使い分けてください。次にスピニングリールの使い分けです。まずスプールを外して、この真ん中の棒ですね。メインシャフト。ここには01オイルを挿します。ハンドルを回してダイレクトに動く部分になるので、滑らかさが巻き感に関わってくるので01オイルという感じになります。そしてスプールに守られてるんで、耐久性はそこまで高くなくていいので、半滴ほどと少なめの注油で OK です。次にここ、ラインローラーですね。この場所はよく水がかかるような場所で使ったり、スピニングの使用頻度が高く、耐久性が欲しい場合は02オイルを挿します。だけど、ちょっとでも滑らかにラインのよれを減らしたいっていう場合には01オイルを使います。次、このベールの可動部分ですね。サイドに1箇所ずつあるんですけど、ここは耐久性が高い02オイルを使います。そしてハンドルノブですね。この内部にベアリングがあるんですけど、基本的には耐久性が高い02オイルを使います。ちょっとでも滑らかに巻きたい場合は01オイル。そこをお好みで使い分けてください。というわけで01、02オイルの使い分けでした。よかったら参考にしてみてください。